やっとるんやからチャンネル始まるよ。はい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 、知っとる見とるん聞いとるん言っとる来とるんなしとるん愛して見たってもうやっとるんやから、怒っとる泣いとるん笑っとるん焦っとる暇しとるんなしとるん、それなら見たってもうやっとるんやから、はい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 、やっとるんやから始まるよ。ヘイ、どうも D です。今日の話は何でしょうね。どうぞ。そう、まあそうでしょうね。だからただね、今この時期やけ、はい、この丸いあるやん。はいはい。あの穴がこう開いた、はいはい。全部セロテープ貼っとんよ。そこもそのまあ通気口みたいなところですよね。そう。はい、通気口というか、だけど俺は二人で行ったっけ、横に、はい、ね。おったわけよ。面会室のここで話した特攻隊さんと、はいはい、本当特攻隊さんと行ったんよ、はい、でも玄関前、北署の玄関前止められんやったじゃん。よく入れましたね。え、ごめんねったよ俺玄関前、あの棒持ったやつが向こう向こうちで一番奥に入れられたち、こっち側に、はい、一個入っとったんや、はい、ごめんね玄関前ないでって言うたらクスクスクス笑うんよこれそこで話したやろ。でその方と一緒に、まあ、その人の知り合いでもあり、はあ、俺のも知り、うん、どちらも知り合いなんでね。もう俺昼からしか店開けんけ今日は、はあ、病院行ってバッシュしたけ、うん、一応リチャルはってちょっと俺も顔見たいけって、うん、先輩なんけね、はあ、前のねそっちももうやめておけ、そしたら俺に話しかけて聞こえんの声が、はあ、俺耳悪くなったかなと思って、うん、それで下に張り紙があるんでパッと見たらセロテープで穴を塞いでますって書いてあるんやけ。あ、やっぱあれあるのとないのとやっぱ全然全然聞こえん、聞こえないんですか。全く聞こえんのやけ、なんちゅうか。だけどね、この北島悪いよね、もう他のとこなんかね、あれがあるってブザーが押してスピーカーで話せるんで。おお、アメリカのあれみたいな、ね、そうそう、はいはい、スピーカーで、はいはいはい、全然斜めになったら全く聞こえんの声が。ああ、そうなりますよね、うん、それでしたら。だけど本当俺耳がね、悪くなったんだと思って、うん、一瞬話しかけて、全部つったいのをきれいに感染対策っていうことね、この時代での時期よ、たまそれも知らなかったですけど、なんちょか聞こえんけ、大きい子出さないけんけ真ん中で大きい子出してけんやろ。だけどどっちもが疲れますね、それ疲れる、ちゃんとなんちゅうやろ、こうやって正面と南北が聞こえるんよ。二人で降りてこっちがそうで、三、うん、人まで入れるけ。で、10時から1時間よ。午前中は。10時から11時まで。10時の、はい。うん、一組よ。あれ、持ち時間1時間 ?15 分。そうですよね。1時間。ないですよね。15分しかないけ、4組しか入れんってことですよね。で、ちょうどその中におる、門番がおるやん、門番やつが、一緒に、ガレシオ。何も書けないんだけど。うん、ね。ほんだら、あんたらタバコどこに吸うようになったよ。自分はタバコ吸わんけど、もう一切ここで吸わせんよ、人。あ、そうなんですね。まあ、どっかにあるはずないよ。まあ、まあ、あるでしょうけど、ね。自分は一応、タバコ吸わんから、うん、吸う人は、どっかで吸ってるみたい。どっかで吸うやろね。だけ、一般で来る人は、もうないもん。ないっていうか。あ、そうよね。それあるのかな。南署もなかったかな。ないんじゃないもん。確かにでもそうですよね。だって一般人がわざわざ刑務所行ってタバコ吸おうって思わないですからね。うん、そう、刑務所中。刑務所や北署とかそういうとこ行って。区役所もないやろ、もう。区役所もないですね、多分。ね、まだあったもんね、前は。うん、もう区役所タバコも吸わんでいいけど。まあ長時間いるところじゃないからですね。うん、ねえ、タバコなんか税金ばっかりと。ねえ、ほとんど税金、うん。ほとんど税金ですからね。ねその割には肩身が狭いからね。本当。言ったね、この前のね、ダウンタウンでね、うん、先週か、水曜日のダウンタウンで、当時を振り返ってちょあったんよ。あ、見た？なんか CM だけ見ました。見た？タバコ吸いながら収録しようったりとかでしょ。はい、もうまっちゃんとかもう、ハマちゃんなんか、タバコ吸いながらインタビューしようやんけね、ぷっぽう吸いながら。確かに昔のテレビタバコ吸ってましたからね。国会議員も国会議員中で答弁しながら横でタバコ吸えんね。うん、そうです。あ、俺はあんな初めて見たね。国会中継は見ることないんで。昔は吸ってましたね。
あんなそうやったかね、答弁の途中みんなタバコ吸うよ、もうなこで。タカジンのバーとかなんかそういうなんでもよう吸ってましたもんね。あの当時、日本でタバコ成人男性、成人で80何パーセントです、うん、タバコ90パー近くが喫煙者、今は20何パーセントだね、うん、もうほとんどいないって言ってますよタバコ、だけどんどんあげようやろか。いや、まあそれはそうでしょうね、値段上げていきようのもあるでしょうけど、でもその割には国はやめれって言いますからねでもこれやめたら国の財政ものすごく困るはずですけどね。なんであげよう。だって税金の回収ができなくなるじゃん、税金というか、うん、国のこと考えよ。国のこと考えて僕も吸ってますよやっぱ。俺もそうですよ、うん、そうね。そうでしょ、誰かさんが性の強いもんねだからもう、まあアイコスも同じでしょうけど、でも外国のタバコやん。それでもあれだって JT が出してるから。あ、そうだ。しかしもうあの刑事さんと秋元さんとおったけど、まあまあまあ全然まあね、それはしょうがないよね。しょうもあれしょうがないもんね。まあね、一応。俺があの時持ってなかったら不起訴にしてないかもね。え、持ってなかったら不起訴にしてないんですか、そんだけ。その事件は絶対自首するって。もうあげるつもりで来とけってこと。それもどうなんか。そうなんよ、それもどうなんだよね、うん、ちょっとその刑事さんお前もう本当あのこれ知らんもん持ってなかったら、所持しようやなかったら、もうある意味持っとってよかったのちゅう言い方したことあったもんね。そっちはね、もう一人のもうやめてほしいやけどね、二、うん、人おってこっちが下とこっちが上の人がね、うん、なんでそんだけ引っ張るあれで捕まえたら絶対起訴するちゅうんやけ、その当時は。だけそれってだけもう処分書偽造じゃないですけど、いやいや、それを立証する恐喝で持っていくっていうわけ。だって立証できないでしょ、してないんですか。それどうにかするんやろねでそれはもうこれなんですか、警察の闇な部分。いや、これでもう一応起訴できるけで、うん、いや最近そういうことないなと思ったもんね、うん、だけど俺たちが捕まえたら今もね、本当もうデタラメやけね。その当時はやっぱマルボンって言ったら、まあ、4巻の時はもう今は組織犯罪ってなっておけ、ゆるなっておるとは言った。あ、そうなんですか、まあ、だって今のがカメラとかいっぱいあるけ、その嘘は嘘っちゅうか、うんうん、まあまあそうですね、うん、あの何ちゅうか、ね、冤罪みたいなことできんのよ、うん、はいはい、はい、今はね、まあそういう証明もあるけど、そういうこと、そういうこと、はい、そんな言い方聞こえたらもうね、うん、やっぱ過去の刑事さんはもう本当映画のような人たちなんでしょうねなんかわかんないですけど、あんまりね言ってお前言うなよとか言って、また出て会うけね、この人が、はい、もうそれでなったら次はもうちょっとあれだったらもう出てもらいましょうかね、うん、そうええそんな感じだったんですね。もうびっくりしたもんね。それではその当時言われたことあるもん、お前よかったの所持しようで、逆に持っててよかったっていうことでしょうか。そんな言い方やったもん、前の時そんな言ったもんね、でも思い出したけど、そっちの方がこと絶対お前ロッチビチお前の言い方やったら執行をもらえるやろかって言い出したもんね、うん、でもこあの教科とか執行出らんもんね。あ、そうなんですか。所持の方が軽い扱いってことそうやないかね、分からんけど、よかったのっていうぐらい、まあ、そんな言い方しよったもんね、うん、今回ないよ、うん、その時に当時、ね、ちょっと警察の過去の闇が見えたところで、これ以上話すと危ないそうなんでやめときますかはい、ありがとうございました。本当思い出したの、さっきポッと今
だけどんどん上げようやろか。まあそれはそうでしょうね、上げ値段上げていきようのもあるでしょうけど、でもその割には国はやめれって言うんですからね。でもこれやめたら国の財政ものすごく困るはずですけど、ね、なんで上げよう。だって税金の回収ができなくなるじゃん、税金というか、うん、国のこと考えよ。国のこと考えて僕も知ってますよ、やっぱ俺も。そうですよ、うん、そうね、そうでしょ。誰かさんが性の強いもんね。だからもう、そんな丸本の時やっぱね、ヤクザ捕まえて起訴してなんぼっちゅうね、腑に落ちないからですね。そうっちゃ、今度そのこと今頃なって言うなって、もう20年もなってるから、ね、うん、ただそのヤクザの方の人権のなさがちょっとあまりにもひどいなとは思いますけどね、うん、国の対策なのかわかんないですけど。え、でも警察も悪いのばっかりしてね、拳銃事件でもね、北海道あれ、綾野剛あれがそのなんか映画撮ったらしいね、それの。それの映画なんですか。いや、あのヤクザ家族かなんか。え、それじゃない、それじゃないみたいな。なんか前にあのドラマか映画があったって、北海道のむちゃくちゃ悪い刑事の。ああ、極悪、それなの。極悪か、それは見たことないって聞いたら、もう拳銃のやるって言ったら、この前誰かと誰とかと話したって言うから、極悪かなんだ、 あれ違った、ピエールたちと、あ、ここの虎、まあ、どれやった、俺それ見てないよ、うん、こんなのあったの、北海道の悪徳刑事の話って。やっとるやからチャンネル、ご意見ご要望はコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの、共鳴のよろしく。